MC の特訓？うん、そうなんだ。みんなのライブの MC を見てたら、私もあんな風に上手にできるかなって不安になって。そうだったんだ。なら私たちに相談してくれれば。その MC に自信ないって言ったらみんなに心配かけちゃうと思って。それに本番で上手に MC をやるって決めたから、みんなに後ろ向きなこと言いたくなかったんだ。リミリー、昨日ね、家に帰っていろいろ調べたんだ。 MC が上手くなる方法とか、大きな声を出す方法とか。それで今日一日ずっとお腹から声を出してたんだね。笑ったり、さっき腹筋してたの？ネットに書いてたんだ。腹筋を鍛えたら大きな声が出せるようになるって。なんでそんなに？私もポピポの一員だから、ちゃんと自分の言葉で堂々と自己紹介したくて。 MC もライブの一部だし、いい MC をすればポピポの曲もっとよく聴いてもらえるから。リミリー、そんなことまで考えてくれてたんだ。わかった、私リミリーのお手伝いする。リミリーが満足できる MC ができるように一緒に特訓しよう。本当に？でも私が勝手に手伝いたくなっただけだから、リミリーは気にしないで。私にできることとか教えられることがあれば何でもするから。ありがとう、かすみちゃん。すっごく助かるよ。実はね、昨日の夜改めてポピパの過去のライブ映像を見返したんだ。かすみちゃんがどんな MC をしてたのか勉強しようと思って。でもいくら真似しようとしても全然うまくいかないんだ。ねえかすみちゃん、どうやったらあんなに堂々とみんなの前でおしゃべりできるの？そうだな、それはね、あれ、私どうやってしゃべってるんだろう。え、かすみちゃんもわからないの？今まで私そういうことをあんまり考えないで、ステージで感じたことをパーッと喋ってたから。そっか。でも慣れれば大丈夫。 MC も慣れたらすっごく楽しくなるよ。私もね、最初ステージに上がった時、ほら、ミミリンと一緒にスペースでキラキラ星演奏した時はね、すっごく緊張したよ。でもすぐに慣れたんだ。ステージも日常も変わらないんだって分かったから。慣れるか？でもそういう場所ってライブハウス以外になかなかないよね。どこか人前で喋るのに慣れるいい場所があればいいんだけどな。ふう、寒かった。あれ、リミとカスミ、二人とも何してるの？おたえじゃん。そうだったんだ。だからリミ、お昼ご飯の時変な感じだったんだね。ねえおたえ、何か MC が上手くなるコツってないかな？私 MC の時コツとか考えないで喋ってるから。私もかすみと同じだよ。ステージでその時感じたことを喋ってるだけ。やっぱりそっか、 MC ってそういうものなのかな。楽器を弾く感じで喋ればいいんじゃない？リミ、ステージでベース弾く時堂々としてるよ。楽器を弾くのと喋るのは同じじゃないよ。みんなにじっと見られてると頭が真っ白になっちゃう。そっか、
言われてみれば MC が苦手ってバンドマン結構いるかも。スペースでバイトしてた時も割とそういう人見たな。あ、そうだ。だったら MC のかっこいいバンドのライブ映像を見てみるといいかも。 MC のかっこいいバンド？うん、かっこいいバンドって MC もかっこいいことが多いんだ。特にライブを盛り上げるのって曲の合間で入る煽りが重要だったりするし、私の好きなバンドの MC 煽り方がすごくかっこいいよ。ほら、この公式サイトの動画見てみて。わあ、本当だ、かっこいい。ボーカルの女の人の煽りでお客さんすごく盛り上がってる。本当だ、なんかこれぞロックって感じだね。私も今度ライブでやってみようかな。おたえちゃん、もっとおすすめ教えて。うん、いいよ。ライブ映像を載せてるバンドの公式サイト、後でいろいろ送っておくね。ありがとう、おたえちゃん。いろんなバンドのライブ映像を見ていっぱい勉強するね。うん、私もリミが頑張ってるのすごく刺激になったから力になれたら嬉しいな。あとは MC の練習ができる場所さえあればな。 MC の練習？それならいいところがあるよ。え、本当？どこどこ？それはね、